はい。やっとたどり着きました。お待たせしすいまましせん。た。みんなが知りたいオーキッドの時間です。はい。じゃあ、ここから矢吹さんにお任せしてよろしいでしょうか。このセッションでは、どこからです。よろしくお願いします。横浜国立大学の矢吹と申します。ちょっとここのパートは私がなんか司会者ということなので、クイズの読み上げなどさせていただきます。このセッションでは、今こう画面に出ておりますけども、オーキッドは、研究に携わるあらゆる人々が取得できるデジタル識別ですし、ですというのは、この一個手前のセッションからも引き続きご参加いただいている方も、半分聞いて分かっているとかと思います。で、オーキッドに関する質問が10個この後出てきますので、私も正確に操作方法は説明できないんですが、これは、あれですよね。問題が出てくると、どっちみたいな答えることができるようになるというはい、ことですね。っていうのが下の方にポンって出ます。なので、そちらを使って、答えていただければということで、オーキッド検定をしていただければと思います。で、次に先立ちまして、じゃあ、森先生、なんか一言。全問正解すると、ID が1個、取れますというのは冗談です。ぜひ楽しんでください。おそらく知ってることもあるだろうし、そうだったのっていうことも結構あると思うんで、ぜひこれを機会にオーキッドの理解を深めていただければと思います。お願いします。ということで、では、中身入っていきたいと思いますが、ではまず1問目からお願いします。第1問、研究者、過去個人によるオーキッドの利用は、完全に無料。1番、完全に無料。2番、無料だが一部の機能は有料であると。さあ、どっちでしょうか。これは、右下、画面の右下にポールズっていうのが出て、それをクリックすると、答えることができますので、どうぞお答えください。見えますか？今、お一人一人。来ました。じわじわっと来てますね。じわじわってきました。じわじわっと。すいません。この機能を使うのが初めてなので、ちょっと感動しています。これは宮城さんの方でも、なんか回答のあれは見えてますか？見えております。今、15名の方が、参加していただいて、お一人だけ、一人だけ2番目をっていうふうに思ったら、そちらですね。それでは、もういいですか答えね。は、はい。答えはということで、チェックがついた方の1番目、完全に無料ということです。この後解説のページがありますね。ということで解説なんですが、これ、宮城さんお願いしていいですか？結構です。オーキッドはですね、設立したときに、オーキッドプリンシプルというものを作っていて、その5番目にですね、リサーチャーは、オーキッドの、識別子を、完全に無料で、登録し、使って管理することができるというのを謳っています。で、これ、原則っていうふうに謳ってるだけではなくて、約款とか、彼らの組織的な、そもそもの規則の中にも入っているものなので、変更しようと思ったら、できないことではないですけれども、相当な努力をしないとできません。ということで、オーキッドが今の形で存在する限りは、皆さん無料で個人の方は使えることになります。ということですね。ありがたいことですね。まあ、ご参加の皆さん、まだお持ちじゃない方は、ただで取れるということなので、試しに取ってみるのもいいのかもしれません。では、第2問です。第2問。オーキッドアカウントを持つことができるのは、1、研究者だけ。2、研究者とは限らない。いかがでしょうか。とぞぞっと、お三人の方が。これは割とあれですかね。遅延もあるんでしょうね。届くまでに。そうなんですかね。でも、みんながどっちにするか見てから入れようっていう人は、もういるかもしれませんね。そうか。いいでボーす。トの状況は全員見えてるんですね。見えてると思います。じゃあ、司会してる誰かが、違う答えを。そうですね。こんなに和んだセッションになると思いませんでした。ありがとうございます。そして、じゃあ正解は。
はい。ということで正解2番ですね。研究者とは限らないと。いや、なんか一個手前で私が余計なことを言ってさ、皆さんも取ってくださいって言っちゃったから、あれですけど、研究者とは限らないということで、はい、では解説をよろしくお願いします。はい、OKIT はですね、そもそもオープンリサーチャー&コントリビューター ID という、名称の、略称なんですね、ですので研究者に、限らず、OKIT、OKIT じゃない研究に関わる、すべての人たちが、自分の業績に、これを結びつけられるようにという願いを込めて、作られたものです。ですので研究者に限定されていませんということですね、はい。ありがとうございます。では、第3問目に行ってみましょう。3問目。自分のOKIDアカウントに誕生日やクレジットカード番号などを1、安全に保存できる、2、保存できない。さあ、いかがでしょうか。誕生日やクレジットカードの番号などを保存できるか、できないかと。これ皆さん悩んでるんですかね。まだゼロですよ。起きた。はい。拮抗してる、拮抗してる。お、いいですね。いいですね。はいはいはい。こういうのいいですね。はい。もうちょっと。あれ変えた人もいる。変えた人もいる。はい。はい。まあ、いいですか、ごめんね。はい。ということで答えは、はい。はい。2番ということで、保存はできないということですね。はい。ということで解説ですけれども。保存できないっていうと、ちょっとなんか否定的な感じがしちゃうんですけど、そもそも、OKIT の発想として、誕生日ですとか、性別、電話番号、クレジットカードとか、そういったセンシティブな情報は OKIT には、登録できない。もうそもそも入れるところがないというふうになっています。ですけど、たまになんですけど、OKIT の、自分のレコードの略歴を書くところに、誕生日とか書いちゃってる人がごくたまにいたりするんですよね。なので、ちょっとハラハラしながらそういうの見たりとか、してますけれども、まあ、これは、いわゆるその研究情報として論文に著者の所属情報とかメールアドレスとかって載りますよね。結局そのぐらいの情報はすでに流通しているはずで、それを超えたセンシティブな情報はOKIT ではなくて各機関あるいは個人で管理してくださいというのがOKIT の思想になっています。あれですよね。だから個人情報云々ってどうしても ID の時に個人情報云々って話ありますけど、そもそも入れるところがないと。そうなんです。いうことだから、はい、はい、ご安心ください。はい。はい、じゃあ次行きます。はい。では第4問目ですね。はい。第4問。自分のOKIT アカウントに登録した情報は、1、すべて公開される。2、公開非公開を自分で決められる。はい。いかがでしょうか。書いたものは全部公開されるのか。自分でコントロールできるのかと。おああ、なるほどね。そうですね。はい、田辺さんおっしゃる通りです。コメントですね。著者権限、はい、そうですね、はい。はい。じゃあ回答いいですかね。はい、どうぞ。はい。はい、皆さんご名答です。公開非公開は自分で決められるとなっております。はい、じゃあ解説をお願いします。これまでOKITのことについて書いてあるものを読んだりとか、OKITのプレゼンテーション、日本では主に私がやってましたけれども、について話を聞いたことがある人は、大抵この絵をご覧になったことがあると思います。OKITは、それぞれの、全てのアイテムについて、この3種類の、緑、黄色、赤の、公開設定をすることができるようになっています。緑にしておくと、everyone、つまり、みんなに公開してするということになります。一方で赤になっていると自分一人にしか見えないもの。例えば私はメールアドレス簡単に公開したくないので自分にしか
わからないものっていうのを、いくつか入れてあったりします。それで、真ん中のトラスティッドパーティーっていうものなんですけれども、自分が、許可した、例えば自分が所属する大学ですとか、あるいは自分がジャーナルの論文を投稿した出版社とか、そういったところに限定的に、許可をすることによって、その機関からは自分のオーキッドレコードを見てもらえると。その他には一般に公開されないという、そういう区別ができるようになっています。はい、ありがとうございます。はい、でもまあ考えてみると、私なんか使ってると、大体緑か赤かどっちかぐらいのイメージで、まだこの黄色いところに来る活用は、あんまりこう自分でも経験してないかなという印象が。ああ、なるほど。そうですね。はい、黄色って微妙ですよね。そもそもあんまり公開して困るような情報だと、オーキッドに入れないような気がするんですけど、うん、一方で、私なんかは、たくさんプレゼント化したりして、これはいいかな、また同じようなプレゼント続いたからって言って、表に見せないで隠しとくっていう場合がありますね、うん、はい、まあ、うまく、まあ、あることに越したことはないっていうんで、使う、そうですね、使い方は区切りたいですね、はい、重要なところはですね、自分で決められるということです。オーキッドは自分でコントロールができるということなので、はい、はい、では次の問題いってみましょう。はい。第5問。自分のオーキッドアカウントを管理する代理人を指定、1番できる。2番指定できない。さあ、どっちでしょう。アカウントを管理する代理人が指定できるかどうかという質問ですね。はい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 。おお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 お。これよく質問が出るところですよね。うん、ちょっと前まではというか、オーキッドがない時代には、秘書さんに自分の出版物全部リスト管理してもらってるっていう先生もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけども、はい、はい、じゃあ正解いってみましょうか。答えは、はい、一番できるということですが、はい、はい、解説お願いします。はい。これはトラスティッドインディビジュアルっていうところで、誰か他の個人の人を、まあ、E メールで、招待したりとか、その人のオーキッド番号が分かれば、その番号でもって依頼したりとかして、まあ、相手に、自分のオーキッド、のレコードの管理を任せることができます。で、これは自分の、オーキッドのレコードに入る ID とパスワードをそのまま教えるというのとは違ってですね、いつ誰が、つまり自分がか、あるいは代理人と指定した、誰か他の人かが何をいじったっていうログがきちんと残るんですね。という意味で、安全であると。安全に、第三者に、オーキッドレコードの管理を依頼することができます。はい、これは何か使い道ありますか？依頼する人に、はい、もうオーキッド ID 持っとかないといけないってことですよね。そうなんです。そうなんです。ね、はい。だからコントリビューターなんですね。そうなんです。おっしゃる通りです。うん、はい。これ実際に使ってらっしゃるっていう例ってありますか？どうかな。PayPayなんで何でもないですね。よく聞くのはですね、台湾のコンソーシアムの立ち上げの時によく聞いたと思うんですけれども、うん、台湾とかだと図書館の人がそもそも研究者の方のいろんな、まあ、雑事を手伝ってあげるということもまあまああって、でその、延長線上で、オーキッドの、まあ、この代理トラステッドインディビジュアルとして図書館員を、登録して、自分の、出版物が出たらデータベースからきちんと自分のオーキッドに入れといてくださいみたいなことをやってるということを聞いたことがあります。全てじゃないかもしれませんけどね、なかなか面白い、事例だなと思いました。でもこれ個別にできるっていうことは非常にその、うん、あれですよね、その台湾みたいに組織的にやるだけじゃなくて、研究室のその、秘書さんにちょっとお願いするときに秘書さんに ID 取ってもらってやれるってこともできるわけですね。そうなんです。個別にできるっていうのがポイントですね、うん、あとですね、指定した代理人はいつでも自分の意思で
指定を取りやめることができます。これも、便利なところだと思います。ですので、秘書さんは変わりますのでね。はい。そういう意味でも、ぜひお使いいただきたい機能です。はい。じゃあ次行きます。はい。第6問。以前の所属先のメールアドレスは、1、オーキッドレコードから削除しなければならない。2、そのままで良い。さあ、どうでしょう。登録したメールアドレスを、まあ、別なところに移って使わなくなったりなんだりしたときに消さないといけないのかどうかという質問ですね。おおおお。はいはいはい。あれ。すごい面白いですね。ライブで見られるんです。そうね。なんかこう、はい。はいはい。まあまあ出揃いましたかね。はい。じゃあ行ってみましょうか。ということで答えは、はい。そのままで良いと2番が正解になります。はい。はい、ということで解説です。これももろに自分の例を出しちゃってるんですけれども、この、ご参加いただいている方々の中には、私が以前オーキッドのスタッフをしていたことをご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、上から3番目に見えるのが、その時に私が使ってたメールアドレスです。未だに私のオーキッドレコードに入ってます。これ削除しなきゃいけないという、ルールは全くありません。むしろですね、その1個上ですね、これはそれの、その前に勤めてた会社のメールアドレスなんですけれども、これも実はそのままにしてあって、つまり、そのメールアドレスを使って、なんか論文を書いたりしたことがあるかっていうのがキーになると思うんですよね。そうすると、このメールアドレスを使って、こう、まあ、トラスティッドパーティーからですけれども、このメールアドレスの人が、この人ですかっていう問い合わせを、オーキッドのレジストリに対してかけたときに、確認ができると。ですので、メールアドレスが有効か無効かとかいう情報とは関係なくですね、以前自分が使ってたメールアドレスにはこういうものがありますという付属情報として、載せておくっていうのが、まあ、グッドプラクティスだというふうに言われています。でその他にも私 Gmail とか別のアカウントをいくつか入れてあって、ここに入ってるメールアドレスのどれでも、パスワードは同じなんですけれども、オーキッドへのログインをすることができます。というわけで、どの E メールアドレスでログインできたっけな、じゃなくて、オーキッドに入ってるメールアドレスであれば、どれ使ってもログインができるというのも、重要なポイントだと思います、はい。はい、ありがとうございます。ちょっと質問が来てるんで、よければ。はい、はい、ご質問いただきました。トラスティッドインディビジュアルに組織アカウントを指定することはできますか？なるほど。その場合はですね、トラスティッドパーティーという、まあ、組織ですね。つまり、オーキッドメンバーになってくださいということです。はい。仏大天さんはすでにメンバーなので、ありがとうございます。はい。組織アカウント、まあ、例えば、図書館なら図書館っていうメールアドレスを使って、そのメールアドレスを、何人かが共有しててっていう使い方も、例えばあるかもしれません。ですので、人がマニュアルで個人的に、誰かのオーキッドレコードを代理で管理してあげるっていうことは、場合には、トラステッドインディビジュアルを使う。で、トラステッドパーティーっていうのはあくまで、まあ、API を使ってザクッと一括して、なんか管理をする。そういったイメージなんじゃないかなというふうに私は理解をしておりますが、回答になってるでしょうか。今の引用だと、それこそ図書館の方が手作業でお手伝いをするという前提で、図書館の一人じゃなくて何人かで共有されているアカウントが存在するというケースは共有されるんでしょうかということになると思うんですが、そのあたりは。ただその場合って、じゃあそのメールアドレスに紐づいているオーキッドレコードって誰のものってなっちゃうんですよね。図書館スタッフっていうオーキッドレコードは作れないので、あくまでも名字があって名前がある、ユニークな個人がユニークなメールアドレスを使ってて、その人がオーキッドのユニークな ID を持ってるっていう設定だと思うんです。ですので、きちんと、アイデンティティのある個人に、代理指定をするのが、正しいと思います。はい。ありがとうございます。では、次の問題へ。はい。はい、第7問。取得した課金費ですね。課金費の情報をオーキッドに自分で登録できる、自分では登録できない、いかがでしょうか。
科研費、まあ日本の研究費ですからね。とか言ってみたりして。日本の研究費だからな。さあ、どうでしょうか。はい。そうですね。もうこんなもんですかね。こんなもんですかね。はい。はい、じゃあ、では正解は。どうぞ。はい。1番、自分で登録できるということです。うん、はい。はい。私、科研費を取ったことがないので、私が説明するのもちょっとあれなんですけれども、一応ですね、事例としてスクリーンショットをいただきましたので、これを使って説明したいと思います。まず、自分のオーキッドのレコードに行くと、リンクファンディングっていうところがあります。ここで、アッドマニュアリーですね。ピンクの矢印がついているところ。ここをクリックすると、簡単に、ファンディング情報を入力する、マニュアル入力できる窓が開いて、そこで入力してしまうことができます。ただし、こうやってやると、自分が書いたという、情報が、残る。そして、もしかしたら手入力による間違いも生じるかもしれません。ですので、Orchidでは、まあ、これ出版物を追加するときとかもみんなそうなんですけれども、Search and Link Wizardというのがあって、そちらでぜひ探して、自分のを確認して、入力してねっていうふうな、ことになっています。で、ここではですね、京都大学の、青木先生、ごめんなさい、名古屋大学に移られたんでしたっけ。はい。の、レコードを、参考にさせていただきました。青木隆明先生、すいません、私の背後で、消防車が鳴っておりますが、ごめんなさい。青木隆明先生という方は、実は、何人かいらっしゃるようです。大きく使いがいがありますね。ここで検索した結果の2番目が、実際に青木隆明先生が、取得されたファンディングだということで、これにチェックを入れて、実行というふうにやると、自動的に青木先生の大きくレコードの中に入ってきます。というわけで、自分で一生懸命手入力するよりは、ぜひ Search and Link Wizardを使って入れていただきたいということです。ただし、これ質問がちょっと微妙なんですよね。科研費は自分で入力することができますって書いたんですけれども、じゃあ科研費の情報が一体こういう形で入力できるかっていうと、それちょっと微妙なのです。というわけで、科研費の情報は、自分でマニュアル入力、今のところするしかないんですけれども、将来的にシステムがつながってうまくいったらば、科研費ボタンポンっていう感じで、オーキッドに入る日が来るかもしれません。あれ、英語のあれで課題で、最適課題の情報入ってくるんですよね。はい。英語が探せれば、そしてそれが合ってれば、はい。ということですね。はい。はい。では、次の問題行ってみたいと思います。はい。はい、第8問。オーキッドは非営利団体でその運営資金は1、メンバー機関によって支えられている。2、登録された個人情報を売って捻出している。ということで、いかがでしょうか。メンバー機関が、まあ、出しているのか。個人情報を売っているのか。まあ、そう、どうでしょうね。まあ、そうなりますよね。おぉ、はい。どうでしょう。実はこのクイズはですね、以前、他のところでも使ったことがありまして、このあたり、ちょっと、別の質問だったりして、まあ、科研費とかいう言葉も日本向けにちょっと変えたりとかしてるんですけれども、うん、こういった、オーキッドについて、こうです、ああですって説明されるよりも、クイズ形式にした方がちょっと、覚えやすいかなと思ったので、もし皆さんの機関でこういう、機会があれば、ぜひクイズ形式でやってみてください。はい、はい。というところで、はい、出揃ったと思いますね。答えは、はい、はい、1番、メンバー機関によって支えられていると。はい。2番だったら大変なことになりますね。そうですね。ということで、
日本よりヨーロッパの方が大変なんじゃないかと思います。GDPR とかありますからね。はい。オーキッドも GDPR に対応していますので、個人情報の流出については大変真剣に考えているところです。オーキッドは、今メンバー組織がもう1000を超えましたね。はい。資金を拠出するだけではなくて、オーキッドをシステムに実装したり、オーキッドの運営に積極的に関与しています。オーキッドのメンバー機関について、次のセッションでもカバーしますけれども、森先生、メンバー機関の概要とか、どういうふうに日本がオーキッドの運営に関与しているかとか、コメントいただけますか？あ、はい。後であれ言いますけど、これ、メンバーっていうのは2つあって、個別のメンバーとコンソーシアムのメンバーというのがあって、で、後からまあコンソーシアムの話しますけれども、コンソーシアムはまあ今、17機関、入っていただいています。で、基本的に、非営利というか、そういう、まあ、大学とか研究機関っていうのが、コンソーシアムのメンバーになることになるので、まあ、企業とかっていうのはちょっと、難しいんですけれども、今のところ、17機関でやってます。で、ここにありますけれども、20って、な数字が違うじゃないかっていう、もう3機関ですね。まだ個別の、メンバーで、ぜひ、こっちに、来ていただければと思うんですけど、なかなかその、いろいろとご事情があるようで、はい。まあ、これを機にですね、ぜひ、ご検討いただいて、コンソーシアムの方のメンバーになっていただければと思っています。はい、以上です。そうですね。それから昨年から日本からは原山先生がオーキッド理事に、出てお出ましいただいたので、はい、そういう意味でも日本もオーキッドの運営に積極的に関わっているということになると思います。はい。はい。はい。あ、そうですか。田辺さんからコメントで非営利だったのを初めて知ったという感想が、だから。出たそうです。これ結構珍しくないと思うんですよね。未だにツイッターとか見てると、エルゼビアがやってるオーキッドとか、つぶやいてる人、結構、日本の研究者の方いらっしゃいますので、ぜひそうじゃないということを、皆さん、お伝えいただければと思います。ありがとうございます。はい。では、第9問ですね。投稿論文が出版されたときに、オーキッドに自動的に反映するのは、1、出版社にメールで依頼する。2、DOI 登録機関をトラステッドパーティーとして認証すると。はい。どちらでしょうか。うん。まあ、ほとんど自動的に、もうほとんどじゃないや。自動的に反映するには、こっちからお願いしなきゃいかんのかどうかという感じですかね。はい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 。はい。なんか質問の聞き方からしてこっちっぽいですよねって感じがもう見え見えだと思うんですけれども、うん、はい、はい、まあこんなところでしょうか。はい、はい、ということで答えは、はい、うん、はい、の通り、DOI 登録機関のトラステッドパーティーとして認証するということです。はい、では解説どうぞ。はい、はい、この絵もいろんなところで見せしたことがあると思います。オーキッドの利用者が、クロスレフとかジャパンリンクセンターとかの DOI 発行機関との連携を承認すると自動的に業績をオーキッドレコードに追加してくれるようになります。これの、何が出版社それぞれに、オーキッドの ID を自分で伝えるのと違うのかという点です。2つあります。まず1点は電子的に認証するということです。つまり、メールで私のオーキッド ID はこれこれですっていうふうに送ると、例えば私が自分でない誰かのオーキッド ID を書いて送っても、それはわからないわけですよね、相手には。で、何をもってそんなことをするかっていうこともあると思いますけれども、まあそういった間違いとか、あるいは故意な、故意になりすますというようなことを防げるということがまず1点。それから、電子的に認証するっていう、まあ、ここに書いてありますけれども、そういうのは、出版社でもまあやってることはやってると思うんですね。ただ、DOI 事業者っていうのは、ここで言うクロスレフで言えば、国際誌、国際ジャーナルだと、ほとんどがクロスレフから DOI を取ってますから、出版社一件一件を電子認証するよりも、クロスレフに一回だけ認証しておけば、あとは自動的に論文のレコードがオーキッドに入ってくるっていう、そういうメリットがユーザー側にはあると思います。これはジャパンリンクセンターも同じですね。日本で発行された日本の DOI について、一回、
ジャパンリンクセンターの、オーキッド設定で連携しておけば、あとは自動で入ってくるということが実現できます。ですので、まあ、戦略的にもオーキッドは、こういった、DOI 発行機関との連携というのを進めていたところです。データサイトもこれできています。うん、これはあれですよね。アカウント取れば自動的になんか、入ってくるんだっていうふうにちょっと思い込んでらっしゃる方はいらっしゃ、うん、多いと思うんですけども、まあ、ちょっと一手間、この、なんていうかな、この、連携を承認しないといけないってところをちゃんと、やらないと、いけないということですよね。うん、そうですね。まあ、左側の図で言うと、下の、電子メールで通知するっていうところが肝なんですけれども、まあ、クロスレフから一回こう、著者に連絡が行って、クロスレフです、認証してくださいっていうふうに言ったときに、まあ、クロスレフの方から聞いた話では、日本の著者のまあ半分以上がそれをしてくれないと。で、要はクロスレフって誰なのか分かってないんじゃないかっていうことだったんですけども、あと、右側のジャパンリンクセンターの設定もそうなんですけれども、ジャパンリンクセンターがこの DOI をつけてくれてるっていうことを研究者の方がもし知らなかったら、積極的に自分でこれやろうとしないかもしれないんですよね。ですので、こういう、事情が分かっている、方が、どうにかしてご所属の研究者の方々にこういうことをお伝えして、少しでも彼らの手間が減るようにするっていうのは大事なんじゃないかなと思います。うん、やっぱり怪しいメールがたくさんやってくる研究者ですけども、迷っちゃうんですよね。なんで、第三者というか、他の周りの人間が、いやいや、あれは大丈夫だよっていうふうに声がかかると、またちょっと変わってくるでしょうというところですね。はい。おっしゃる通りです。はい。では、最後、10番目の問題です。大学が所属の研究者のオーキッドレコードに情報を書き込むことができる、できない。はい。どうでしょうか。大学は、所属の研究者のオーキッドレコードに情報を書き込めるか否かと。はい。最後の質問ですからね。ちょっと引っ掛けかもしれませんよ。そうですね。なんかトリッキーな感じがしますね。はい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 。はい。まあ、こんなもんでしょうね。はい。はい、もうワンサイドになってますね。はい。はい、ということで答えは、はい、トリッキーも何もないですね。はい。できます。ということになります。はい。この図も、結構、皆さん、お馴染みかもしれません。私が、2016年に、書いた記事がありましたので、下のリンクから、もしよかったら、ご覧になってみてください。大学とか、あとは、これ、研究助成機関などもそうなんですけれども、認証したその研究者の方の、例えば、ご所属だとか、あるいは研究助成金の獲得とか、そういったあらゆる活動について彼らのオーキッドレコードの中に書き込むということができて、これができるというのが、いわゆるそのオーキッドメンバー組織というふうになってます。はい。私がいる横浜国大もこれができるので、はい、私もこれを受けさせてもらいます。オーキッドメンバーになっている機関にぜひお願いしたいのがこの右側ですね。これ先ほどの青木先生のあのスクリーンショットをいただいてまいりましたけれども、京都大学さんにいらっしゃった時にですね、京都大学オーキッドメンバーなので、京都大学が青木先生は京都大学の先生ですと言って書き込んだ情報がこれなんです。なので、ソースのところに京都大学というふうに書かれています。つまり、青木先生ご自身が、これを入力するとソースが、青木先生ご自身のお名前になっちゃうんですけれども、私がここで働いてますって自分で言うのと、この人はうちで働いてますって大学が言ってくれるのとでは同じ情報なのに随分とした違いなんですよね。ですので、オーキッドメンバー機関はこれができるということで、ぜひやっていただけたらと思います。はい。また、田辺さんから、コメントをいただいてます。人事評価の時にもう一度成果情報別フォーマットで入れ直させてしまっていて、結局研究者からすれば二度手間なのが変わらない。なるほど。そうですね。なるべくそういった、結局二度手間になっちゃうようなことは、せっかくこういう仕組みができたのですから、避けた方がいいですよね。そうでないと、逆に、こういった、
こうベストプラクティスとしてデザインされた流れがあるのに、それと違うことやっちゃうと、なかなか研究者の方にも大きいと浸透していかないんじゃないかなと思います。多分評価業務をやってるところと、まあこういう研究者情報を管理してるところって、まあセクションに分かれていて、で、それぞれこういうことができるっていうこと、まあ情報を共有しなければ、それぞれの仕事をそれぞれでやってしまうんで、どうしても研究者にとっては二つ二の手前になるっていう可能性もあるんで、やっぱり組織の中で、ちょっとこういうことを、まあ、共有するっていうのは、こういう情報を共有するっていうのは必要ですよね。うん。はい。そうですね。はい。ちょっと、規定の時間を過ぎてしまいましたけれども、そんなわけで、オキッドっていうのは、こういった組織にとっても研究者にとっても、メリットのあるような、ワークフローを作るということを目指して、結成された組織であり、そのサービスであるということになります。はい。ぜひ、この後のオキッド、セッション、オキッド日本コンソーシアムのセッションにも続けてご参加いただければと思います。せっかく技術的な障害がなくなっているので、森先生、このまま行きましょうか。はい、はい、そうですね。はい。